決まるだろう、きっとあの人はこの歌を聴いているでしょう。あの頃二人でいつも聴いてたラジオのディスクジョッキー、思えばあんなに自由で大きな未来描いたのは学生という怖いもの知らずの大人のせいだったからかしら。夢を食べて生きてるようなそんなけれども、それだけで暮らせるはずもなく、遠く離れた私を恨んでますか。死ねたかが歌だけど、あれこれ思い出させるわ。熱いコーヒーすすりながら聞いてるあなたが浮かぶ。本気で喧嘩したことも一度だけあったわね。私と夢とどちらを取るか、無理に尋ねて困らせた時に、もしも私が男なら、あなたの迷わず選んだと言えるつもりです。だけれども、女には女の生き方が、誰かが出したリクエスト、名前もないハガキだから、あなたは気づいてくれないでしょう。私が出したのよ、このリクエスト。